こんにちは、かなめしゅーるです。本日は昨日で届いたんです。2箱。だから注文してたって言ったらさ、福袋なんですよね。頼んでたのよ、12月の4日に。そして昨日1月の17日に届いたので、開けていきます。シリコン型のセットの福袋を買っています。でね、インスタ映えのやつは2929円だったじゃないですか。これは3333円で6000円分入ってるということで、一個ずつ見ていきます。なんかね、シリコンモールドが欲しかったのかな、自分で。よくわからないけどね。マサルくんです。UVLED のレジン液なので結構好きだった。1本いただきました。 70g。そしてグリーンオーシャンさんのフィニッシュプロ、ほんと？あ、プロなの？グロッシーとかね、コート剤なんだって。ブラシ付きのコート剤でレジン作品のコーティングツヤ出しに。だって開けてみる。あ、なんか、あ、結構でもとろみがある。あのほら、あれ、なんだっけ、つやさんの、シャバシャバの、私の。あれで比べたら、今ちょっと出せない。よし。二つ、いくらぐらいするのかな、わかんないんだけど、もうまさるくんがいくらするのかちょっとよくわかんないんだけど、6000円分入ってるそうです。そしてね、モールド。これがさ、香水瓶の、シャカシャカの香水瓶ね。開ける？開けた方がいいですね。すごい！何がすごいかって、ちゃんと、シャカシャカの蓋になる部分が、クリアのやつが入ってる。嬉しい。何？結構自分で切るのめんどいんだよね。ちょっと出てこないんですけど。このさ、空洞になる、このところね。ああ、ちょっと、この、ああ、ちょっと、ああ、でも、福袋だからしょうがないとしても、ここがちょっと、もう明らかに傷がついておる。こうしたらわかる？ここ。この辺。そこ空洞になるとこかな？空洞になるとこだ。こう蓋したらわかんないんだよ、ここ空洞になるから。そういうことね。わかります。ねえねえ、私いくつか、なんか娘が喜びそうな方とかを買ったんですよね。いくつかセットのやつ。その中には、これが入ってなくって、これが入ってるセットもあったけど、ほら、何個か一緒に入ってるけど、これは欲しいけど、他のは欲しくないとかいうのあるよ。その中にの一つで、これあったのは知ってんですよ。でも嬉しい、これを。だからその、買うまいかっていう思ってたやつがもらえました。嬉しいです。なんで、ちょっとなんか、コロンとした感じのダイヤモンド。お、一番上のここを処理するの難しいんじゃない？どこまで入れればいいかがちょっと微妙に、私にはわからない。よし。よし。でも一応袋に入れときたいけども、用意だし。それから、何ですかね。何？サンゴ？も？あ、なんかグリーンみたいなの。モス？なんかそういう。わかんない。全然わかんないんだけど。持ってないことは確かです。わかんないから。それから、わー、なんかかわいいね。ちょっとおもちゃチックなやつができそうな。こう宝石っぽい。開けようかな。どうしようか。開けてみようか。おー、あー、かわいい。これがかわいいな、これが。この、これ、これ。ちょっとコロンとして。こっちから見た方がいいのかな？こういう感じのが。かわいい。持ってないです。嬉しいです。ありがとうございます。これからですね。これは、もうまさしく持っています。蓋付きのハートの器ができるやつ。もうだいぶ前に買った気がするんですが。まだね、私この下の方だけしか作ってなかったんですよね。なんかちょっと一応キープ。はい、
そしてね、すっごく嬉しい。私これ欲しくて買ったのか、よくその本当よく覚えてないんだけど、これが入ってたらいいなって思って注文したのかな。傘、嬉しい。これが入ってたらいいなと思って注文したのか、あんまその辺覚えてないんですけど、本当に覚えてないんだよね。怖いぐらい覚えてない。これ難しそう。また今度いつかやりたいと思うんですけど、こうやって作るんですよね、きっと。こうやってこう、絞って入らないじゃん。入るな。絞って入れといて、入れといて、この、ここから入れる。どうやって作るかがわかんないんだけど、なんかね、どうやって作るかわかんないんだけど、どうやったっけ？なんか、作り方がちゃんと、作り方に、どこやったっけ？あ、作り方はこちらって、ほら、これで、見せられません。これで、ここで読み取って、これの作り方見れるんだって。やった。こうなの？あ、なんか全然わかんない。本当にわかんない。作り方が。これはちょっとちゃんと見てやんないと。自分でね、適当にやったらね。できるも思ったら。マサルさんで作ってみようかな、じゃあ。せっかくマサルさんもいただいたの。はい。そしてですね、モールドはその辺で、あ、あれだった。大きなやつだ。なんかさ、動画出されてたよね、グリーンオーシャンさん。私ね、これね、フラスコは持ってるんですよね。フラスコは、すっごい前に、あそこで買った。娘がよく買ってる、サン宝石。で、買った。で、それは、フラスコの形してるんですよね。結構分厚いんだね。なんか質、私持ってるのとちょっと、ほんのちょっぴり質が違う気がします。そして、多分この中はこの、何が出てきました。あ、フィルム。フィルム、何入れるのかな？さっきのカシャカシャのやつかな？はい。おしゃれなやつ。見たことない。そしてカシャカシャの中に多分ね、入れられそうな、ほら、振ったら音がするような感じの。うわぁ、かわいい。ミックスがめっちゃあんごかわいい。もうキラキラ見せますか、ちょっと待って、グリーンオーシャンさんだけっていうかな、この袋のサカサカ、これちょっと容器がまた可愛いわ。容器が違う。なんだこの可愛いやつ。ちょっと、うん、ほら、八角形、可愛いです。上はまあ丸いんだけど、下が八角形。かわいい。色がかわいい。めっちゃかわいい。なんか三角のこうフォロとかが入ってて、その輝き方、こう、自分がさ、持ってる、なんとかな、やつも、こういう感じでさ、自分でミックスしたら、また輝きが違う雰囲気になるのかな。ほら、アクリルのこういう雰囲気のやつと、かわいいグリーン。めっちゃあんこかわいいんだけど。とってもかわいい。んで、これもね、いつもの同じ容器。なんかね、どうやら、これがね、ここになるらしいんです。引き出し。はーい。お。シェルだ。シェルのミックスになってますね。かわいい。かわいいね。後ろから見てちょっとシェルの粉ができるから見えにくいな、上からじゃないと。パールとかね、いろいろ混ざってる。シェルとパールとホロと。かわいい。あとここ。これは、シルバーな感じの虹色で、アルファベット。もう全然使う機会がない。ああ、かわいい。
ハートなんだけどね、赤とかピンク、裏側が赤とかなのかな、これ。あ、違う、赤とピンクがやっぱミックスになってる。なんかね、あと、唇がある。チュッて入ってる、中に。かわいい。なんかさ、バレンタインデーに使えそう。ね。わ、なんかこれと合わせられそうな感じ。かわいい。アルファベット。ピンク。なんかハッピーバースデーとか、なんかカードとか作るときにでもさ、なんか使えそう。めっちゃかわいいんだけど。それからなんか本当に丁寧にシールが貼ってある。ちっこう持ってるけど、こんな可愛くちっこうって書いているのなんか持ってないよ。可愛い。あ、なんだこれはダロックパッケージの八角形のこの器に入ってる。だからね、ちっちゃい丸のいつものこれよりかちょっと、これさちょっとカチッとしてやん。これちっちゃいやつなんだけど、下が八角形。それだけでめちゃんこおしゃれになってね。わーい、これだけで何の何か見せてない。お星様、なんかちょっとお星様付いてるの。私多分結構な量持ってると思う。これが見たことなくて、六角形のもう大中小いろんなやつ入ってる。かわいい、かわいいわ。お星様もかわいいんだけど、はーい、入れとくね。ヒートン、ちっちゃめのヒートン、いい感じですね。それからあとゴールチェーン、なんかねゴールドっていうかピンクゴールドっぽいよね。なんかギラッとした感じじゃない、なんか L が出てんだけどね。コロッケが4個、2、4、6、8、10、12個入ってた。すごいね。そしてね、これをここに入れといて、なんかね、これか組み立てたら箱になる、箱になるらしいんですよね。でも、ちょっと組み立てない、組み立てても多分使わないと思うんだよね。使わないと、なんかおしゃれな、めっちゃおしゃれな、こういう、なんか、でさ、あ、ちゃんとグリーンオーシャンさんの名前が入ってる、グリーンオーシャン。タイプでその使えそうではあるんですけど、これなんだろうな、ファイルがついてんだけど、これなんか入れとくのかな。そう、なんかね、あ、これ持ってんだよね私、まあ、全然作ってないんだけど、懐中時計、懐中時計、絵の具持ってんの、絵の具持ってる、違うところで買ったけど、これ持ってるので、こうやって私3333円のシリコン型を、ね、買ったので、あ、これ反応するのかな、これで入ってるパーツの作り方が載ってるよ。だって嬉しいです。これなくさないようにしないと、なくさないようにしないと。この中入れてるかな、この中に入れておきます。ここに入れててもいいんだけど。そしてね、このサイズぴったんこなのね。あ、いいじゃん、いいじゃん。そして、これからですね。なんかね、今、2つで分かれてきたんだけど、これも、その中の1になるのかな。ちょっともう自分の中ではよくわかんない。今のやつだけで6000円ぐらいいくと思う？こういうモールドと。この、あれで。これも入れて6000円なの、うん。ちょっと本当によくわかんないね。開けてみますか。あ、雪の結晶と、ちょっと大人っぽい、ほんと丸の、ホロっぽいのが入ってます。なんかさ、ビーズを止めたりするのにも使えそうなやつでしょ、この丸いやつって。そういうのかなと思っちゃったんだけど。さっきもなんかさ、グリーンのやつがあったけど、さっきのね、グリーンのやつはね、ちょっとね、色が違う。こっちのグリーンはこんな色。こっちのグリーン、あ、なんか、レモンが一緒に入ってる。めっちゃ可愛いんだけど。
レモンの輪切りが入ってる中に混ざってる。ほら、でもね、このね、なんていうかな、あ、なんで後ろ油っぽいのこれ。なんで油っぽいのそんなに。このね、輪切りのフルーツってね、なんか結構このケースの中でくっついてくるんだよね。劣化してくるっていうかさ。だから、私的には別にしときたいかな。親切に入れてくださったんだね。あ、なんか可愛い。大好きなやつだ。このなんかね、輝きが虹色っぽいやつ。ね。はーい。こういうのの写真撮るときに自分でなんかちょっとちゃんと上手に撮らない。はい。あ、シェルダー。シェルダー。なんかちょっと、からし色じゃないけど、なんかな、なんていうのかな。白でもアイボリーでもないな。ちょっとからしっぽいな。で、白を、なんかもう本当に普通にもうこの大、これ大好き。真っ白じゃないんだよね。ちょっと、きなりっぽいんだよね、アイボリー。かわいい。シェルです。なんかさ、フルーツじゃなくてケーキとか作るみたいです。はい。かわいい。この辺が3色も、なんか、この3色でもかわいく使えそう。めっちゃかわいい。かわいいね。素敵。もう選び方のチョイスがもう素敵。あ、ちょっと待ってね。パール、赤い。なんかね、結構こんな赤い色のパールは持ってなくて、あるといいなっていう時があるんですよ。なんかちょっとフルーツっぽく盛りたい時とか。なんかちょっとケースはキズキズになってんだけど。そんなこと言ったらダメ。キズキズなんだけど、なんした？なんかもっと綺麗な蓋をしてあげたいな。あ、中で擦れちゃうんだ。しょうがないね。中でいっぱい入れてくれてるって証拠ですね。全然入らない。これが、これを多分いっぱい入れて、あ、なんかホコリが入ったけども、ちょっとホコリが入っちゃったもん。なんか可愛い。ケーキとかのなんかモリモリにできそう、デコレーションに。ほんと、ギーって閉めたら中で傷がつくのは当たり前だ。わ、カラフル、お花。ほんとにちょっとワンポイントあるといいなと思う時がある。この濃いめの色とかね。ぼやっとした色しか私なんか普段から買ってなくて。かわいい。グリーン。爽やかなグリーンですね。このね、大きさがいろいろ入ってるのもいいね。大きいのが使いたい時もあるし。黒。大人っぽい。大人っぽいね。めっちゃ大人っぽくない？黒のダイヤモンド型してる。ダイヤモンド型っていうのが、なんか、こうやって見ると、なんていうかな。石炭みたいにしか、石炭。あ、なんか綺麗。黒もいいね、たまにはね。はい。そして、ちょっと紫な感じのアジサイ。でね、ちょっと待って。後ろ側の方は黒いのが入ってるの、ほら。これ。ほんで上の方は、なんか、あんま手で触りたくないから、閉めました。で、あー、持ってると思うんだけど、結構な宇宙っぽい時に結構使いそうな感じのギラギラちゃん。かわいいですね。入ってて、これ私個人的に自分で買って、なんかね、可愛い、面白い形してる、やつだったんですよね。ビーズ。なんかね、なんていうの、これ何使うかっていうより、この形が面白いから買った。なんか、これは多分個人的にっていうか、バラで注文したんだと思うんですよね。あ、可愛い、桜が入ってる。おまけ。そう、なんかもう春っぽい。春っぽいね、このセットが。かわいいですね。こういう感じのセットでした。多分、これが990円くらいのセットなんですね。だったんじゃないかなと思うんだけど、記憶が正しければ。で、これが3333円の
この箱についてね、立てたんですね。とっても可愛い。使えそうですね、本当に。使えそう。とっても可愛かったです。そして、このシリコンの、やっぱり、傘が嬉しかった。傘と、傘となんだっけ、私なんかわって言ったの。あ、これだ、香水瓶の。これと、これもちょっと作ってみたいかな。これってさ、オルゴナイトっぽく作って、でもこう、コロンとした感じにできそうで。この一番上のね、この処理が大変そうじゃない？それだけかな、気になるとこは。そういう感じです。これは作るかわかんないな。娘が欲しいって言ったら作ってあげようかな。ということで。では今日の動画はグリーンオーシャンさんの福袋の3333円の福袋を開封してみました。そして多分ねもう一つはこのパーツの999円っていうのだったんじゃないかなと思うんだけど、うろ覚えですいません。では今日はこの辺で、コート材も嬉しい、ちょっと使ってみたいですね、このコート材このね筆がついてるやつは持ってないので、とても嬉しい、マサルちゃんと。はい、では今日はこの辺で、またね、バイバイ。